節分ってどうして始まったの？みんなこんにちは、アテナくんだよ。2月3日は何の日だっけ？そう、節分だね。鬼は外、福は内って言ってお豆をまくよね。今日は節分のお話だよ。今の僕らにとって新しい1年の始まりは1月1日だよね。でも昔は2月4日が新しい1年の始まりだったんだ。それでその前の日、つまり2月3日に、これから新しい1年が始まるぞ、悪いことが飛んできちゃいますように、病気が流行りませんように、そうしたことを祈ってお祈りの儀式をしたんだ。その頃はまだ豆は撒いてなかったみたいだけどね。その後に豆を撒くようになって、それがそのうちいろんな人の間に広がっていったんだ。昔の人は米や豆には神様が宿っていて、悪い霊を追い払う力があるって考えてたみたいだよ。もともと鬼って言葉は目に見えない悪いもの、災難とか病気とかのことを言っていたみたいだよ。それがいろんなお話を通じていくうちに今みたいなイメージがついたんだって。面白いね。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。